変わり合いまして、まず一席目を聞いていただこうというわけでございますが、まあ、独演会という形でいろんなところで落語をさせていただくことも多いんでございますが、やっぱり一門でやるということに大変意義があるわけでございまして、いい悪いにしろ皆さん方前から見ていただいて分かりますでしょう。やっぱりあこいつは何年目やなとか、あもうちょっとやなとかね、やっぱり出る順番でちゃんとああいうの分かるようになったあるもんでございまして、これがやっぱり修行というもんで、1日2日でいっぺんによくなるというもんでもございませんし、私らが亡くなった自分にしたが上手になってくるというような、もうそれは仕方のないことでございますが、まあ、さっき三協なんかがいろんなところで、落語をする学校へ行って、来年に会うというのが、しかしまあお金儲けとしてはもう文句を言ってはダメなんですよ。私らももう本当にそれはいろんなところへ儲かる儲からんはかからず声をかけていただいたらありがたいことです、やらせていただきますと言うていくんですよ。本この間ももう生まれて初めて言うと言いまして、どこか言ったらあの天王寺の教育大附属小学校で、すいませんが一部と二部あります、一部は1年2年3年ですって、って言い換えりゃ6つ7つ8つですね、であの中学校の間違い、いえ小学校ですって、でなんでそんなん、まあ、昔ね小学校で落語したことはあるんです。でその時ほとんどその父兄が後ろに聞いてるんです。でそれが笑ってもらえるやなんてその方ばっかり見てやったんですが、その日父兄も何にもいないんですよ。もう120周年の記念ですから、ね、で一番最初に朗読があるんです。4人ぐらいで笠児童とかなんとか雰囲気出して、その後手品があるんです。えらいもんでな、小学校1年2年3年になったら手品見たらおー言うてまねん、もうびっくり、種があんの分からへんもんやから、で途中でウサギ出てきた、いやー言うて、でもウサギ出てきた時点でもう手品の方も困ってました。もう手品見んとウサギばっかり見てまんねん。でそれ済んだ後私が出て行って落語ってこう言われて、仕方がないからまあ扇子と手拭いの使い方みたいなのをするんですよ。でこうしてこうしますとそろばんになります、こう言うてるともうまた手品の続きや思てね。てか前からどないって、ああ口で言うてる、いや口で言うてんねん、おっちゃん口で言うてる、いや口で言わなできへんかなこれ、でもまたずーっとなんや手品や思てまんねん。でこうしてこれはハサミにします、あハサミ髪切ってえな、え切られへんってこんなんはって、でもそれ言いながら困りましてな、でも落語してくださいってこう言われてるもんやから、で犬の目ぐらいやったら分かるかなって、犬の目という落語をしたんですよ。で済んだ後みんな寄ってきて言うんです、どうして犬の目を入れただけで片足が上がるのって言われたらいいんです。もうそんなあの学校理屈っぽいわ。ほんでそれもやめて、今度は二部って言って同じようなことをするんですが、4年5年6年4年生5年生6年生やったらちょっとは落語を聞くやろうってネタ変えないかと思って、で今度ネタ変えた道具やってる。で皆さん方でもまあ落語好きな方やったらお分かりになるやろうけど、まあ反応はいいんです。やっぱりびっくり、小学校4年5年6年に見えまへんねん。で道具屋の頭っちゅうのはさこっちやりバタバタしないね、今お前のおかんが来てお前のこと言うてエロ泣いてたで、え言えない、今お前のおかんがお前のこと言うてエロ泣いてたっちゅうねん。お前のおかん泣いてた、さお前もやっと一人前の男になったな、なんで女泣かすようになって、これ笑うかなと思ったらどう笑いまんねん。後で校長先生と話した時にうちの生徒は女泣かすの分かってますないって言うた。怖いなとこう思いましてね。でもいろんなまあそのなんて言いますか、落語というのは想像の世界ですから、自分で頭の中へ浮かべていくことによって一つのストーリーというものがちゃんと頭の中で出来上がればもう最高やと、そういう意味ではまあ聴覚教室にはぴったりなんやそうです。落語を聞かす舞台には何にもないのに自分が聞いてる中で絵を描いていくという、まあ、それはまあ中には絵も描けない落語もございますよ、はあ、まだやってんのという映画館と時計ばっかり見ないかんという落語もございますけども、しかしまあああいうとこにはさすが私が勝てないなんて、同じ演芸の世界の中でも今言う通り手品のマジックの方なんていうのはよろしいですわな。
もうほとんどの方とこう見てくれますし、でちょいちょいそのなんて言いますか、誰にでも分かるような、あこうしてマジックはこうなりますという種明かしをする。昔私なんかどなたか上がってくださいで、どなたも上がりませんもん、なんか恥ずかしいとかなんとか、今の子上がると全員来るんですよ。この間 もう2人だけ言うと、なんで僕は分かんのって、そんなもん全員上げたらえらいことですもんね。え、昔もっと惨めな手品もありましたけどね、北京さんが台風の時に客があった1人しかおれん、その日の手品は相手に持ってもらわなんだできへん、その1人やってもらって、はい言ったけど客席誰もおらへんっていう、まあ、それも辛いけども、まあまあそらいろんなところへ仕事に行くとは言いながらですね、私自身はまあ心配をして、小学校1年2年3年正直言いまして、うちの健太っていうのは長男が2年生です、で桃子っていうのは1年生です。前の日前でやったら分からへんと言いますから、余計不安ですがな、そんなもんねえ。だからでもまあいい経験をさせていただいたな、たまたまそのどんなお仕事っていうか、私のマネージャーがの恩師がその学校の関係なんですね。であの教育大学の校長先生なんて、その二股というか週に1回しか学校には来ないんですって。教頭先生がもうずっとほとんど見た、校長先生は何したりまんのって、いや私はあのもともと教育大学付属の教授なんです、教育学部で週に1回だけここの校長として来るんです、よろしやんか、週に1回違う女に会うようなもんでんなって言うてたら、いやまあそういうようなもんで、それから生徒の名前言われてもわからないんです、ちょっとした行事がある時とかなんかに顔を出したりするんですけども、しかしまああの一つの国がやってる学校ですから、付属というのは物事が固いんですって。120周年で物事しようと思ったらみんな見積もりをかけて言われた、この話家にはなんぼ払うからいう見積もりかけて、で上へ出していって承認されて降りてきてお金が降りるという、ほならまあ120年やから卒業生とか立派な金鉄のまあオーナーであるとかなんとかで言ってはるんだよって、で言ってはっても壺を送ってあげます記念に、見積もり書かないから、その壺なんぼや分かへんわね、それもらうのに見積もり書かないかん、そういう意味ではその私学やったら、はいありがとうございます、ここが傷んでまいりました、やり直したい、寄付お願いします、はい何かしましょう、すぐに学校はきれいになるけども、なんぼ古くても全て予算の上で出来上がってあるから、で生徒というのはもう決まった数だけ取りますから、空いた教室がないんですって、全てがもう古くなってしまうと言って困ったもんやとこういうことありました。しかしまあそこへ今まで来たことないのはどんなんですか、いや漫才とか落語というのはこれで来てもうてわーっと受けるのは分かりまんけど、難しいのが講釈へと、で講釈は何て言ったらやっぱりパン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 叩くのばっかり見てるとこ言うんです、で音ばっかり聞いて済んだらね分からなんだ、どんなやったら花火のおじさんかなと思ったっていうのに、ね、パンパンパンもう何や言うか叩いてますからな、こうやってで叩く音ばっかりが気になって、で子供が最後ざわ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 してくるんで、どうしても講釈というのはちょっとやっぱり子供には難しいよ、でおまけにあの講釈、昔から講釈師見てきたような嘘をつきという川柳があるぐらいでございますし、もっとひどいようになったら講釈はいらぬ親父の捨て場所でという、昔は家におじいおばんがおったらもっとしな講釈でも聞きに行きはったらって若い夫婦みたいに追い出されて、まあ、講釈を聞きに行ったんやそうで、ですからその講釈という場は話の席よりも町内には必ず2つ3つあったそうです、で出てる人間はと申しますと2、3人本当に2、3人でやるんやそうで、で何回も出てきて大きな話超でええとこやないと明晩この続きって終わるんですよ、こんなまあしゃあないからあくれ続き聞きに行こうかというのでどん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 引っ張るんやそうでね、で本人が2つぐらい必ずやるんやそうで、で3人で出たらもう6席あるわけですから、それを入れ替わり立ち替わりまあ出ていって続きを聞かして楽しんだんやそうでございまして、まあ、そういうのが一番人気があったという自分のお話をまず一席目に聞いていただこうと思いますが、どうぞこっちはいい、お前長いこと顔見なんだがどないしてて、ああ私でっかいな、なんだね、あの堺の方へ仕事にとりまして、あそうか、で何度面白いことでもあったか、何度面白いことでもあったか、いい別にこれと言っておもろいことお前けど、それよりなんだな、私久しぶりに町内かって言ったら、もう町内の様子がぐるっと変わってますよ。
まあそういやこの頃はまあなあ改造とか軒切りとかちゅてとかくまあ家並みが揃ってきれいになったな。そうそうあの町内のあのそう化け物屋敷の噂のあったとこ。おお、ああ化け物屋敷という噂のあったとこがあるな。あそこ私ゆうべね10時ぐらいに通ったらよーさん化け物出てきましたで。そうか、ええ、タバコも持った化け物やら座布団持った化け物中にあの一人高いとこへ上がって明晩もおはようお越しくださいますようにジュディね叫んでたけど、あら何かの化け物の親方が、化け物の親方っちゅうのがあるかいな、いやいやああいうな悪い噂のあったところへは人より場所にしたらよかろうというので今度はあそこへ公爵の親戚がでけた、まあ、小屋が新しいとこへ持ってきて先生が上出す出し物が面白いっちゅうので、まあ、三拍子揃ったとこで毎日のようにお入りまんや。おお、その公爵の先生っちゅうのは誰や。東京から来た後藤一さんっちゅうね。せや今なんちゅうた後藤一さんっちゅう先生や。あのその前の言うてる後藤一さんちゅうのはあのちょっと背の高い、うんうん、ずんおりと超えた色白で鼻筋の通った両方に耳のある当たり前やん、あの後藤一さんが。そうや、聞いて聞いて、いやお前今年28や、誰がお前の年聞いてんや。いや28で初めて女子ができたんや。お前いっぺん家帰りゃアホ、28になって初めて女子ができたんや。そんなもんがお前自慢になるか。いや違うね、相手というのが駒もん屋のおもやんや。おいおもやんといやお前町内でも今ごまちと言われた器量よしやないかい。せやせや言うてんや、ちょうど半年ほど前やったかいな、横町の老中ってバタッとおた、おもやんええとこでおた、ちょっと話があんねん、月曜天かちゅって、そう古屋の角ちょっと入ったところで二人で話してたんや。そこやってきよったが後藤一さんちょ、公爵や、公爵してまあ大層なもののいいよしよんな。どうか、うん、ねえ知らんけども有形より腹中が痛んでまいった、どこどに大便所があらばお貸し願いたいとかなんとか言うと、こんなとこで見つかったらいかんと思ってわいと思やんとコウモリみたい壁にビターってへばりついてて、まあ老中家入るときなんぞ踏みよってえな、せったの裏に人やりと置いてたわ、土にしては少々粘り気これやりぞ、剣粉で泣ければよいがって。大勢やろ、犬のうんちのこと剣粉ちゅっとね、ニュッとかべて、おお、あんにたがわず剣粉剣粉、神で吹くのも稲物、どこどの壁へぬすくっといてやれニュッと、ギタンがわいの鼻の頭やん、わいの鼻の頭剣粉のぞきにしやがんねん、俺も蹴ったくそがるさかい、キャーっちゅうたら、その声で思やんは逃げてしまうわ、その声でまた公爵氏は逃げるわ、逃げた二人はええで、あと残ったんわいと剣粉の二人連れやん。なおかしなもんと二人連れになんないな、しゃあねえよ、その後きれいに風呂であろって、あくる日に思やんにえらいすな、昨日は修行をいたなんだ、実はもう一晩月を天かとこう言うたら、思やんが言うのももっともやん。そらまあお父さんに言うて夜店に行くと言うたら、あと一晩二晩出してもらえんことはないけども、夕べよくよく寝るときに考えてみたら、あんな汚いもん鼻で吹かれるようなお人一緒になったところで先の見込みがないさかい、せっかくでおますけどこの話は偏愛でおますって、せっかくまとまりかかってた話をね剣粉のためにわやにされて、これこそほんまにクソおもろない、しょうもないしゃれ言うてんにやれへんがな、俺らお前これからな、もうその公爵めもう殴り込んだろ。おいおい殴り込んだろってお前そんなことしてみ、営業妨害やってお前が臭い飯を食わんなら、たとえ臭い飯食ったかてそれすらんだ、俺の腹物の虫が集まらんが、お前そないまで言うんやったら、でたとえ一晩でも公爵をやれんようにしたらそれで気が済むか、いやもう一晩どころかたとえ1時間10分5分でもかめん、そないまで言うんやったら俺がええ知恵貸したる、お前が知恵を、しからばその方の尽力をもってお前が講釈してどないすんや。とりあえずな銭の2000円張り込み、2000円張り込みどないすんねん、故障の子を覆うてくんねん、これを講釈してるまあ前で火鉢の中でくすべてやる、煙がもうビャ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 って上がってきやる、これ講釈してるのが鼻の中へしょっと入ったらえぐやぐえクッションが出よ、クッションの3つも聞いたところでブルクソに言うて帰ってくるっちゅうのはどないくれ、行こう行こう行こう、ほら大きな声やな、行くのはええけどもやで、肝心のもんこうでこないかんから、あそうそう何や顔にやったな、胡椒の子や、胡椒の子、
どこ行ったら売ってんねん。横町の八百屋行ったら売ってるわ。なんぼがあんかお。せやな、洋さん買うてもしゃあないし、まあ、2,000もあったらよかろ。あ、2,000な。何に買うんやったらええな。今言うてえねん。五章の子や。せやせや、五章の子。どこ行ったら売ってんねん。八百屋。ああ、八百屋、横町の八百屋言ってた。さあさあさあさ。なんぼがあんかお。お前、なぶってんのか、それとも忘れか、いえ、2,000もあったらええちゅうてんにゃ。2,000。何買うねん。胡椒の子や。胡椒の子、どこ行ったら売ってんやろに。横町の八百屋行ったら、売ってるちゅうてるやろ。なんぼがん、買うたらええに。お前が怒ってどないすんねん、八百屋な。うかて、わいもな、物が覚えられへんとか、イライラしてくんにゃ。ないものが覚えられんちのも困ったもんじゃな。よし、何度ええ目安を教えたら、目安ってなんや、忘れた時に思い出す きっかけになるもんや。ああ、そうか、教えて、それさえ覚えてたらもうそっといけると思うさか、なんや、お前、からくり知ってるか。からくり、すっちゃ、子供の自分によう真似して怒られた。八百屋おいちのからくり知ってるか。知ってる。なあ、行き先が八百屋。ああ、お七の男が胡椒の吉だっちね。ここでお前、胡椒を思い出したらええにゃ。あ、なるほど。で、なんぼがん買うてこう。まだ言うてんのかい。横町の八百屋。なあ、2,000がん、胡椒買うてこい。へい。お前が大抵な、もう、物覚えられんとこへ持ってきて、あいつがいらっちゃうだけしゃあないにゃな。ああ、せやで、まあ、今日は言えばいいな。ちゃんとな、目安まで教えてもらったんで。やおやおいちのな、からくりすっちゃ、子供の自分にをやった、ほい、おでんまちょうより引き出さり、ほい、やっちゃ。やおやの、おごしやす。おくれんか、何を、2,000が、品物は、くっしゃみの出るもん。くっしゃみの出るもん。うち、そんなもん、お前、いや、お前とこにあんねん、お前とこにあんねん、間違いないねん。お前とこにくっしゃみの出るもんがあんねん、おくれ。いや、おくれって言われたかって、お前、いや、お前ってそんなことね、あんねんって。やるっちゅうたかって、なんだね、いや、なんだねだぞ、もう。目安覚えてるやろ。知りまへんが、そんなことは。あ、お前、昔、火あぶりになったおなごはん知ってるやろ。そんな、物騒な人知りまへんで、わざ。知ってるかな、誰でも。そう、昔、東京が江戸っちゅう出た自分。そんな自分生まれてしまへんがな。いや、誰かって生まれてへんで、生まれてへんけど、もう知ってんや、それは、なんちゅうの、そう、ほえー、なんでね、それ。おでんまちょうより引き出され、ほえー、先にはせたつかみのぼり、ほえー、どしんより気をともに連れちの、え、いせ。ほんまやんわ。あんた、うちと違って、どこと芝居小屋でも行くのと違いまんのか。違うにゃ、お前とこにあんにゃ、おい、まだでっかいな。あだかんまにと乗せられて、悲しの涙橋、品川女郎氏も飛んで出るうちの、理性。いや、お前はそんな。いや、あんねて。いや、お前、なんでお前、いや、この人ね、うち買い物に来て品物忘れてこんなこと言うてまんねん。何でもお前に、あんた立ち止まりなんの、あんた立ち止まったみんな立ち止まれましたろ。歩いとくなれ。あんた、まだでっかいな。ほい、まだ何を言うてなれ。だから、お前知らんか、お前。これより変わると、天下の塩木は、鈴ヶ森じゃ、どうじゃ、ちの。つめ、帰っとくなれ。うち商売でけしまへんわ。ってみなあれ、この人だかり。いや、押したいかんって言って。あっと、そう、大根ひっくり返したから、あんまりもう、そうむっちゃした。おい、キュウリ盗んで走りよるかな。もう、誰と捕まえていいな、もうたまらんわ、あんまりもう、頭帰っとくなれて。おい、やおや。いや、怒ってなんの。おい、お前、好き好んでこんなことしてんのとちゃうぜ、お前。おい、のやってんの、これ何やねん。何やねんって、あんた、で、からくりでんがな。からくりやろ。からくりと違う。そう、からくりやけど、何のからくりや。八百屋お七と違いまのか。お七2,000と違うがな。そう、もうそう、際まで来てんにゃ、際まで、そう、お七の男なんちいまんねん。
なんてて、古書の吉座でんが。古書そいつやーそいつやー、ヌスト捕まえたみたいになんな。それ2000。古書を買いに来なかったんでかいな。ああ、びっくりした。何事が起こったんかしらんと思って。古書折れ切れですわ。そんな殺生なこと言いねえな、おや。ここまでやってんねんで、おい。あれ、何か火の中行くべったら、行くしゃみ出るか。もう、だいぶん、行けとない、行くしゃみが出るんちゅうてまんな。それに違いないがな。なんで仕入れとけへんねんな、なかったら。今日、ワイが買いに来んの分かってるやろ。もう、死にまっかいな。なんぞ、他にそう、くしゃみの出る品もんないか。そうでな、おたやら子供の自分に天狗をそんなによう、とんがらしの、こう、くすめたことがおまんな。とんがらし。ぜくっしゃみ出るか、ごいのが出まんな。あ、そう。いや、もうそれでも画面、2000遅れ。あ、さようか。しかしまあ、変わった買い物だな。あんた、今時残しておめへんで。こんな品物買うのに、パラコリ一台やるやなんてやんないな。負けておまっさ。要塞入れてますね。どうぞ持っておかえり。あ、おきり、銭ここへ置いとくで。こんに行さんの人だかりやな。もしもし、もうしまいしまい。もうからこりおまへんで。へへ。手や、いてきた。いてきてやるか、だ、ほんまにもう。お前ほどらちなあかん男ないな。白高い自分に出かけていって。お前とっぷり日が暮れたらね。どこ行っててん？に、ぷん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 いないな。俺お前横町の八百屋。横町の八百屋がどこぞ遠いとこでも引っ越したっちゅうんかい。俺いてへんけどな。品物忘れてん。あれだけ目安を教えてやったやろ。いいぜ、いいぜ、いいぜ、からくりまで思い出して、そこまでいたら近いもんや。それが近いことなかったやん。しゃあない世界、ほえ、おでんまちょより引き出され、ちゅうてな。まあ、そんなアホなことやったんかい。一段語ってきたやん。おさん笑うてたやろ。いや、褒めてたで。どないて、あんた今時のお人やおまへんねん。笑われてんのじゃ、あんまりもう。で、講師はあったんかい。あれなかったあげんがな。帰りな。いや、なかったんやけどな。その、代わり、とんがらしやったら、もっとえぐいくしゃみが出るって聞いてきたけ。とんがらしの高校で来た。わしは今までとんがらしでやったことはないけども、くしゃみが出るって言うんやったらおんのじゃな。しかしな、まあ、ああいうとこや早いこといかなんたら大変。ここの壁は、どこどこのご隠居、ここの柱はどこどこの旦那っちでも座るとこはみんな決まったんやねんけ。ぐずぐずしてたらいかんがな。早いこといかなんたら。怒られ倒してくるっと回りますと公爵小屋、話の小屋と違いましてなんとなく陰気で一段高いところではひげ生やした親父さんがまたぐらいでっかい火鉢抱えて雨を迎えるみたいに、まあおいまあおいまあおいって呼んでおります。おい二人やで。ありがとうさんで。おい見てみんまにもおそらっただけもさぎょうさんみなさん来てあるやねんけ。見てみ、橋本さんに小沢さんに小泉さんに中曽根さんが悪そうな人ばっかり寄ってんな。いや公爵場ってそんなもんじゃ。さあ中へ入れ中へ入れ、よしよっしゃもっと前へ考え、もっと前へ考え、前へ考えてあんまり前で聞いたってええことないで。やっぱりな、講釈聞こうと思ったら真ん中よりちょっと後ろぐらいか前ぐらいがええな。何考えとんやろ。講釈聞きに来たんと違うやろな。ああ、先生、それからって忘れてんや。前へ考え、前へ。ああ、すごいな。えらいすめ、ちょっと待て、前へ行かしたくなるよ。おお、お若いのに講釈とは関心な。あんた方は話の方がいいのと違うのか。ええ、そうでね。私もどっちか言ったらね、もう講釈より落語の方が好きでんねんけどね。まあ、なんせあんた、話し家にまあ、見本の恨みがないせいで、いらんこと言わへんねんや。早いこと座ってんと、お前、肝心のもんもらわんかい。肝心のもんもらわんかい。肝心のもんって、火鉢をもらわんかいって、ね。ああ、せいで忘れた。ねえやん。ねえやん。ちょっと火鉢持ってきてくんなれ。よーさん火入れて。とんがらし。いらんこと言わへんねんって。あ、大きに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 。へへへへへ。おー、らまたぎょーさん、まあ、火張り込んでくれよったら、いや、世界には、こっちの方もぎょーさんは、
あれなんだろうね、いかんわ、いと。何しとんの、まだお前、講釈の先生出てへんやろ。今からくすねてどないやろ、ね、いいな、まあ、今。いい。そっちから青へ出る。そっちから青へ出る。それではお会いが。いっきいっき、ああ、これはとんがらしでも大丈夫や。人試験に使いやがんねん、あんまりも。わあ、わあわあわあ言うてるところへ出てまいりましたのが講釈師。我々話し方と違いまして、もう講釈の先生っていうのは収まり返っております。座りました。もうしばらくの間、もう口ばっかり開けて。ねえ、わからん。しばらくいたしますと。前を読み上げまするは、赤穂復讐録、義士命名伝の儀。いよいよ今宵は山鹿竜神大工の根をとどめ、平野屋敷へ乱入の一条。私もよほどの読み場にござりますれば、皆様方もこの講釈かずんばあるべからず。お客寄せの先行といたしまして、伊豆の島々谷田につる裏裏へ参りましても、御なじみ深きは軽減領土は難波戦記のお話。頃は慶長19年も相改まり、明ければ元那元年5月7日の義に候や、大阪城主戦場時期御御上段の間には内大臣秀頼公、御左君には御母公淀君、海添えとして大野道賢主目首里の助一馬、軍師には真田左衛門の城、雲の雪村、道明大助幸康、四天王の面々には木村長殿上重成、超総大宮内の将尉は旗の元近、佐々木田水寺の後藤又部元継、七番手番頭には大野丹後の神、早見海の神、いずれも持ち口持ち口まくばったりしが、今やお寿司と相まったるところへ、関東型の増税5万3000余り、辰の一点より領地をめがけて押し寄せたりしが、中でも相手の大将その日の入り立ち見てやらば、黒川脅しの大鎧には白檀磨きの小手すね当て、彼の角の前立て打ったる五枚石ころをいくみに来なし、駒は何し嵐誰と名付けたある名馬には金ぷこりんの蔵をつけ、ユーラーに合詞と打ちまたがり、駒の表には38貫目38坪打ったるかな細胞を軽々と引っ下げ、極白二段の手綱をかえぐり、アーターカーも上中めがけて、はいよ、どう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 どお前、だんだん好きになってきた。おい、好きになったらあげんやないか、肝心のことせんかい。いや、これくっつけて、んまにも。へぇ、んまにも、今に見て気づかれんまよ。ああ、嘘やと思いになったら、皆さん方もいっぺん試しにやってごらんなったらわかると思いますが、このとんがらしの子を火鉢の中へくすめますと、えぐやごはエクシャミが出よる。ああ、豪釈師の先生、そんなことはわからんもんですから、あ、やってる最中に、黄色い煙が鼻の方へ、ひゅひゅひゅとやってきよった。相手の大将その日の入れ立ち見てやらば、黒川脅しの大鎧には白檀磨きの小手すねやて、彼女の前だて打ったる、お前しこ、いき、あ、これは、ああ、失敬をいたしました。いや、やつがれも、うたた寝をして風邪をひいたようでござる。ああ、もう大丈夫でございますね。カロツの前立て打ったるお前石ころをいくびに来なし、駒は何し嵐金と名付けたある名馬には金ぷこりんの蔵落ち。ゆらり、ゆ、い、いっち
いきしゃ。ああ、これはこれは、たびたび失敬をいたしました。もうこれが出納めらしゅうございます。皆様方もお気をつけ遊ばせ。ああ、今年の風は一度引くとなかなか治りにくい。ってええ加減なこと言うとる。下ではアホが一生懸命に、しゃー。駒の前には38貫目38坪売ったるかな細胞を軽々と引っ下げ。国別二段の手綱をかえぐり、あったかも、そうしない。はい、よ、よ。いっち、いっち、いっち。うち、いっち。大手の門前に突くと立ち上がり、いっち、いっち。第一門、終われる大音声、いや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 いや、と、遠からん者は音にも、近く迷って目にも見よ。我こそは、我こそは、我こ、我こそは、俊彦さん、三河国に去る者ありと言われた、ほんだ、ほんだ、伊八の忠勝とは、その、いき、いっちゃん、いっちゃん、なぜ今日はこのようにくしゃみが出るのであろう。皆様方には半札と思うところ、本日は丸札を差し上げますね。今日のところはいっちゃん、ほらもうどうぞお引き取りを。あ、皆は気の毒や気の毒やちゅうて帰ってしまいます。おい、お前言うたれ、来るな。公爵寺、お玉爵寺、解釈寺、まにも、お会員も少ないようなお玉爵寺じゃな。今日はお前の公爵聞きに来たんじゃ。誰がくっしゃみ聞きに来たんじゃ。まにも、前に座ってるもんはお前の担当妻でずるずるやねんけ。これでもくれ、かっぺ、まにも。おい、言わんかい。おっさん、おっさんってやつなのかい。しっかり行け。おい、ほんまに、あがんで。はっきり言わんかい。イエス。それは、今日はお前、お前の講釈聞きに来たんと、じゃあ俺はくっしゃみ聞きに来たんや。あべこべやねんか。あ、そうそうそう。それあべこべじゃあんまりもう、まに、俺はお前、急いでると、ものが言えんねん。言われんかったら黙ってん、まにもう。おい、出てこい。おけらけむしげ、ちかにぼうふりせみかわず、やんまちょうちょうにキリキリすにはったった、ぶんぶの背中はピカピカ。きってえな歌うととんな、お前。いやいや。そこへお行きのお二人、いや他の方々は気の毒じゃと言うてお帰りになったが、あなた方二人は何ぞ私に故障があるのですか。故障、青抜かせ。故障がないさかい、とんがらしくすべて。